こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた、夫婦関係の修復、夫婦円満、セックスレス解消ということで、聖書から学んでいきたいと思います。で今回は、夫婦の式というタイトルをつけましたけど、伝道者の書、3章の、1節と2節ですね。はい、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。はい、ということで、まあ、これずっと続いていくんですけど、まあ、時があるというふうに言うんですね、聖書は。そして、まあ、夫婦関係を考えても、まあ、夫婦にも時があるというふうに考えることができますね。ですから私たちの人生というか、私たちの夫婦関係とかも全ては、動いていく、時間とともに動いていくわけですね。ですので今回はちょっと、ゆったりめというか、この式っていうことをちょっと考えてみたいと思うんですね。でまあ、ここに書いてありますけど、植えるのに時がある、まあ、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時があるというふうにありますので、まあ、生まれてから死ぬまで、そして、植えてから引き抜くまで、まあ、刈り取るっていうふうに言ってもいいと思いますけどね、そういう時があるんだよ。でこれをちょっと式っていうことで当てはめて考えてみたいんですけど、夫婦にはまず春があるんですね。で春は、出会いの季節ですね。まあハネムーンの季節というふうに言ってもいいかもしれないですけど、出会ってああこの人と一緒に生きていこうと、そして本当に魅力的な人だなということで、お互いに、まあ、好意を持って、関係を深めていくわけですね。そして結婚して、というハネムーンの時期、まあ、2年間ぐらいと言いますね。だからまあ夫婦にしてみたら、夫婦として生まれて、そしてまあハネムーン時代ですね。そしてその後に夏がやってくるわけです。ごめんなさい。夏の前に、まあ、梅雨の時期っていうのがありますけど、春が終わって、まあ、どんよりとした、憂鬱な日々が少しやってくるわけですね。でこの時に、まあ、相手が思ったような理想の相手ではないということに気づくわけですね。もしくは自分が抱いていた結婚生活っていうのは、まあ、ある意味幻想だったんだなという、現実がやってくるということですね。ロマンスの花はいつか移ろう。そして、まあ、2年間の、ハネムーン、まあ、気持ちの盛り上げが落ち着いたところで、現実の生活に向き合って本当の意味での、まあ、夏がやってくる。夏はどの季節っていうか、何の季節かっていうと労働の季節ですね。まあ、お互いの違いをどうやって折り合いをつけていくのか、そして多くの場合この時期に子どもたちが生まれてきますので、子育てをどうやってやっていくのか、子どもをどうやって教育していくのか、そして実際に経済的にも必要が多くなってくる、まあ、奥さんが働いていたけれど退職して、まあ、子どもの子育てに専念するようになれば経済的にも厳しくなってくるんですね。でその中でいかにして、まあ、人生を生きていくか、まあ、生きていくこと自体が格闘の時期というふうに言ってもいいかもしれませんね。で夫婦としても、まあ、心が離れてしまう、まあ、セックスレスの問題とか、まあ、夫婦関係の、問題が生じてくるのはこの夏の時期なわけですね。そして、必死にその夏を乗り切った後に秋、これ労働の後の収穫の時期ですね、まあ、実りの秋なんて言ったりしますけど、ここで
本来やるべきワークというか、この本来やるべき労働をしっかりとしておくと、ここ収穫があるわけですね。まあ、落ち着いた雰囲気のしっかりとした揺るがない過程というものが形成されてきます。で、子どもたちは少し大きくなって、お父さんお母さんを、まあ、尊敬して、そして自分たちも次の自分たちが結婚して良い家庭を築いていくための基礎がもう築き上げられる時期ですね。そして、そういうなんか本当に何ていうんですか、家庭が今まで努力してきたその実りを刈り取る、本当に愛深い、まあ、思いやりのある家庭になって嬉しい時期ですね。実り、まあ、感謝祭とか収穫祭とかこの時期にありますけど、そういう時期です。そして冬がやってくるわけですね。今まで持っていたものを手放さなければいけない時期ですね。そしてこれは最終的に別れとか死を意味するわけです。ですので死ぬ準備の時期というふうに言ってもいいかもしれないですね。で、今までの、まあ春夏秋冬を思い返しながら、思い巡らしながら、まあ最後の、まあ、別れを惜しむ時期というふうに言ってもいいかもしれませんね。で、まあ聖書はその死んだ後の命、永遠の命について、まあ、一番中心的に書かれているわけなので、まあ、それは聖書に譲るとして、まあ、夫婦というのはこのように春夏秋冬の家庭を通り過ぎていくんだというふうにその流れとして捉えておくことはすごく大切なことだと思いますね。で、私がカウンセリングしている問題があるご夫婦の方々というのは基本的にこの夏の季節におられます。だから大変なんで、時々まあ、相談できる相手がいて、ほっとできて重荷を下ろせるような場所として、まあ、カウンセリングがあるわけですね。ということで、今日は夫婦の式、何事にも、まあ、聖書の言葉を借りると借りるというか見ますと、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。ですから夫婦の営み、まあ、夫婦の生活にも時があるんだ。そして今自分たちはどこにいるんだろう、そして今自分たちはその季節にふさわしい、本来あるべき姿と、照らし合わせてみてね、どういう状況なんだろうっていうのを振り返ってみるといいかなと思います。ですので、まあ、夏の時期にある方々はですね、それがずっと続くわけじゃないので、ぜひ今本来やるべきことというかですね、労働ですけど、わざと労働という言葉を使ってるんですね。それは自然とできるものではない。本当にこの夫婦関係を良くしよう、この家族を大切にして良い家族にしていこうという、目的を持った具体的な作業、具体的な行動が必要になる時になります。ですので、まあいつか実りの秋が来ること、そして、互いにぬくもりを分かち合う冬が来ることをですね、思い描きながら、この時期を忍耐して、夫婦関係をね、もう一度修復して、しっかりとしたね、揺らがない信頼関係を、築いていただけるといいかなと思います。ということで、今回は夫婦の式ということでお話をしました。はい、この動画をご覧になっている方で、夫婦関係を修復したい、夫婦円満になりたい、セックスレスを解消したいという方がいらっしゃいましたら、私のウェブサイト幸せ家族 .com から私のカウンセリングや、メールマガジンに申し込んでみてください。この間も あるクライアントさんが言ってくださってたんですけど、本当にもっと早く相談していればよかったって何回も後悔しました。そして私のクライアントさん、皆さんそうおっしゃるんですよね。まあ、転ばぬ先の杖じゃないですけれど、本当に夫婦関係を修復必要だと思われたら迷わずに、まあ、私に相談してくださっても結構ですし、ぜひ必要な助けを、ね、求めていただきたいと思っています。はい、
それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。